年もニューファンタジスタ新しいロード続々増えますよ、はい。まず最初ディーズですね。青木さんからはベイトフィネス1とフィネス1入れ替わりまして、両方ともスーパーついてます。スーパービートフィネス1、はい、スーパーフィネス1ですね。軽いルアーは使っていただくためのロートになります。でベイトフィネス1はですね、青木さんには珍しくこれソリッドティップも仕様になってます。あ、ソリッドティップの、ソリッドティップなんですよ。そうなんです、多分初だと思うんですね、はい、ベイトで、はい、でなぜソリッドティップかなんですけど、青木さんこのロートで32分の1っていうめちゃくちゃ軽いルアー投げます。そのために必要な繊細なこの竿先ですね。だけれどもベリーバットは強靭なバットがパワーが必要なんです、はい、なぜならばこれあのオープンの場所で使う、ベイトフィネスロッドなんですが、沈み手とらリップラップ打ちですね、はい、スピニングじゃ取れないけどスピニングみたいなことしなきゃいけないところで力を発揮するロッドなんですよ。なんでベリーバット部分はタフ製法で強靭なタフ、トルクを持たせて、でも繊細なルアー操作はこのソリッドティップで行うんですね、はい。前回のモデルはフルソリッドでそれを代用してました。ただ少し重かったんです。その頃から比べると約 40g 軽くなって、これ80グラム台の 80g 台、はい。でかなり投げやすくするためにピッチング専用のガイドシステムっていうのもつけてます、はい。で今まで私たちマイクロガイドシステムって言ってましたが、このモデルはセミマイクロガイドシステムです。はい、こちら、スーパーフィネス1、こちらもスピニングで最弱の、はい、青木さんの中で最弱のロッドになります、はい。こちらも軽いルアー投げていただいて繊細なティップでかけていただく。ただ青木さんのスピニングは全部チューブラ設定ですねになります。続きまして、はい、X グレイブも面白いロッド登場します、はい。一つ目、先にちょっと新しい仲間が増えるってことです。紹介です。 X グレイブスピニング第2弾になります、はい。前回は 65M ということでパワーフィネス縦の釣りマンメイドを打っていただくロッドが出ました。マッスルバックでした。今度はスイッチバック、変わりまして横です。横アクション、横に、ネコリグをウィードの上引いてもらうためのロッドですね、今ちょっと 611ML とサプルでは書いてますが、最終的にはこれ 610ML になる予定です。琵琶湖の、ガイドプロ藤波プロにこれ開発してもらってます、はい。続きまして国母プロに開発していただいているモデルが 75H ですね。 75H、はい。こちらが、まあ、もうすでに現行版として発売している 75H のタフ製法版になります。タフ製法になってより軽く、約 20g 軽くなります。だけれどもさすが X グレーブですね、低弾性厚巻きぐるぐる巻きです。めちゃくちゃトルクフルです。パワーは今までの2割以上増しなってます。こちらも夏ぐらいですね登場する予定です、はい。次です、はい、やばいロッドです。川辺さん、はい、川辺さん現在この今から紹介するロッドと、去年出した 69MH ボートデッキの上にはこの2本しか存在しない、いや存在しなくていいよと言われています。それぐらいよくできたロッドなんですね。こちらはですねベイトフィネス、軽いベイトフィネスのリグからライトプラッキング、それができちゃう、縦も横もできちゃうオールマイティなロッドです。続きましてレジスタです。こちら成田さんに開発していただきました 64ML レジスタの初代1号機ですね、名鑑 64ML のタフ製法版です。これめちゃくちゃバランスにこだわって作りました。実はこれデザインじゃないですよね、ウェイトバランサー、これ何パターンも作ってバランスポイント今ここにあるスリコさん、ぜひ持ってみてください。 ありがとうございます。かー軽いっすよね。これいや、これはすごいですね。そうなんです、これ実は 100g あるんです。さっきのディーゼルも 20g 重いんですけど、持った感じは多分感じないと思いますね。ごめんなさい。そのウェイト、こちらもバーサタイロットです。ベイトフィネスの強めができるティップ先端からぐーっと曲がって縦釣りもできる強さ、あこれは恐れ入ります、はい。レギュラーファースト7対3のテーパーで作ってますので、はいはい、これでシャッティングなんかもできますね。ほんと何でも扱えるスーパーユーティリティです。次です、
レジスタスピニング第、3弾ですね、はい、沖原プロに作ってもらってます、はい、初めてです。ファンタジスタでアンダー6フィート58という長さです。58、はい、ピンポイントを攻めていただく、もうその名もザ・シューティングですね。シューティングゲームを楽しんでいただける、はい、あるいは、オーバーハングしたですねをピンスポーンで狙っていただくためのこの長さと強靭なベリーバットですね、持ったスピニングロッドです。まあ、これも強靭なスピニングってあんまりなかったかな。さすがレジスタ。いやでも軽いですね。はい、軽いんです。軽くて強いレジスタです。こんな感じで、はい、新しいファンタジスタ、また、はい、兄弟が増えましたね、はい、ぜひぜひ皆さんのお好きなロットを選んでいただければと思います、はい。これは、秘密にしていた他の